当です。はい、近況ですか。なんか話したいことある。私ついにドラクエですね、魔王ウルノーガを倒しました。おこの時点でウルノーガってなんだっけ。もうそんなに記憶が薄れ始めてる。ウルノーガってどのボスだっけ。あのですね、最初の、言ってみれば最初のラスボス。あ、表ボス。バラモスみたいな人。言われましたよ。あの、ツイッターで危機として報告したら、それドラクエ3行ったらバラモス倒した。あ、バラモス、そうそうそう。あ、でもウルノーガ行った。言いました。ウルノーガ倒して、クリア後に、まあ、いろいろあるじゃないですか。あるある。あそこにようやく入りました。で、長間さんが言ってた意味がようやくわかりました。こっち本番だと。そうなのよ。来たこれって思いましたね、確かに。あの、ニーヤもそうだったけど、あれ、良くも悪くもだなと思って、クリア後のやり込みって思っちゃうと、クリアしてお話が終わったと思ってやめちゃう人が出ちゃうじゃない。そうそうそう。で、ニーヤも結局、周回制になってて、周回するとストーリーが掘り下げられていくから、本当はそこを楽しまなきゃいけないんだけど、2周目って言われちゃうと、じゃあ、いっか、そんなに違いないと思っちゃうから。まさしく俺がそのタイプなんですよね。そうだね。怖いよね、あれね。まさしくやり込まないタイプだったんでね。でもね、何がドラクエ良かったかっていうと、俺、エンドロールが終わってタイトルに戻る瞬間が、この世で一番嫌いなんですよ、ゲームの。ああ、終わっちゃったか。ゲームから現実に引き戻される感じ。ピンで出た時ね。死ぬほど嫌なんですよ。だから140時間もかけてウルノーガ倒してるわけで。めちゃめちゃ寄り道して。でも、今回のドラクエはね、そのタイトル画面に戻る前にいろいろあったじゃないですか。あります。わ、まだ遊べるんだってめっちゃ嬉しくなったんですよ。普通にストーリーがね、そうそうそう、続くからね。俺の考える理想の RPG の終わり方でした。あ、だからまだ遊べんだっていうね、一つまた美味しいものがもう一回食ってみたら、なんかもう一つ残ってたみたいな感じ。そうね。こっからじゃあまた100時間ぐらい遊んでよ。いや、たっぷりやれるから。普通に200時間超えるんじゃないですかね。たっぷりやれると思うよ、今回は。そうなんですよ。